ジェイ先輩です。ノッタン。ジェイコだよ、ノッタン。お花人間の観覧特別なにお水取ってきてか。お願いされたところです。ちゃんと3箇所あるね。ふむ、どこから行こうかな。まあこのすぐ下にはアーチがあるので、まずはそこに入ってみましょうか。あるね。右かな。見つめ合ってる。かわいいね。なんだこのソフトクリームみたいな花は。敵ではないね。ジェイソンなら通れそう。そうか、ソフィアだとここから出れないんだ。じゃあここから泳ぐしかないんだね。怖いけど仕方ない。は？ちょっと連れて行かれちゃった。どうするの。うわ、マジでいないし。その先かな。うん、でも洞窟も気になってしまう。さすがにソフィアを見つけるのが先じゃない。まあそうですね、どちらにしてもこれ以上いけません。妙な敵もいることだし、これ以上ジェイソンでいるのは怖すぎます。あ、いた。結構近くに放置されてた。何が何だか。とりあえずわかる方から行きましょうか。その洞窟は今行けそうですし。そうね。あ、ここで水を流さなければいけなかったか。水面から飛び出せないからね。これは戻る時用の穴ですね。この星は断然が難しいよね。そうなんです。外より中の方が難しい印象があります。まあ主な原因はあいつなんですけどね。乱射しすぎるのよね。障害物がないと痛すぎます。それに今のやつはまだマジで、貫通弾を撃ってくるタイプは本気できてる。あ、やっぱり2種類いるのね。はい、ジェイソンでいうスティンガーを撃ってくるやつもいます。なるほど。あいつもいたな。飲み込むとこうなるのよね。小さい敵を倒すかこいつ自身を倒すか。あ、こいつです。弾が飛んがってて貫通してくるんです。え、また出てきたよ。嘘でしょ。取らないよ。ダメだこれ。相手するだけ損です。逃げても食らったし。ひどいありさま。復活するなんてなるべく相手しない方がいいね。やっぱりいるよな。貫通しないだけマシって思っちゃうね。本当ですよ。あ、そうか、ワイドが使えないんだ。この場合はこれかシンガーがいいですね。カウンターが強いからね、このゲーム。そのせいで難しくなっているのでしょう。まあそれはあるかも。に倒して極力リスクを排除したい。これも食べさせると大変なので、先にと思ったらすぐ出てくるし。特に左のは倒した瞬間だね。アイテムすら取れないじゃないか。これはちょっとひどいね。逆に回復したい時はいいのかも。入った瞬間のあれもきつい。なんなんですか、ここ。そこからのボスっていう。プレイヤーが嫌がるベストな展開だな。バリアがなかったら今頃散々な状態だろうね。本当ですよ。すぐバリアが復活するからまだ維持できているわけです。
ここか。多分こっちが正解だと思う。だから左を先に見ようかな。もう一歩。自分が早いよ。狭いからどうしても避けられないね。やはりこの地面の時は警戒した方がいいな。ふん、ちょっと進むだけでも疲れちゃう。これで入り口なんだね。そうか、じゃあ来る必要はあまりなかったかな。今作はフレットが非常に優秀ですから。勝手に脱出口を作ってくれるもんね。ほんといいぞ。ありがたいですね。こいつらも復活するの。さすがにここには出ないよな。一応警戒はして。あ、これのことか。ボーンだかバインだか言ってたやつ。カンナちゃんが言ってたね。無事取れましたね。ふう、まだ3つの実を見てもない。ジャンプ台とかトランポリンみたいなことかな。そうだね。おお、飛ぶだけで SP を回復できるのはいいじゃないか。それにこうやって脱出ができないような時、バネで飛べばいけるよってことだな。なるほどね。これはガチの回復を出してくれてるのか。いろんな敵がいるね。これもこの星の環境がなせる技なのでしょう。この虹鉢が本当に強い。上に植木鉢みたいなのがあるね。お、ダジャレですか。は、違うから。でも本当ですね。なんだろうこれ。しないでよ。はっはーん。植木鉢に水をあげた。そういうことでしたか。入り口にあった種らしきものを持ってくるんだ。あ、これ。バネで敵も飛ばせるってことはこれもいけるのでは。なるほどね。いけるよな。よっしゃー、予想通り。これはすごいわ。こっちか。あとは押していくだけ。 SP が釣っちゃうけど、まあ待てばいいしね。全回復するからむしろ助かるという。これでいいでしょ。実ができた。素晴らしい仕掛け。え、どこにも表示されてないけど持ってるんですよね。え、ジェイソン君、セクハラですか。なんで。何に引っかかったんだろう。ミスタードリラー、ジグダグ。ん、まあいいか。じゃあ今度はここから下に行きましょう。なんだこのトンネル。見たことないね。あ、戻された。カンナちゃんの近くか。
振り出しに戻ったかいな。難しそうなところを先に終わらせちゃおう。うん、なに、おい、回復アイテムにも擬態か。しかも水中で当たらないから、これは本物かと思ったら、いやらしいね。こっちには言わなさそうだけど、あ、また運んでもらうのかな。よろしく。自動レッカー。戦う必要がないのは助かります。あの虹色の鉢だけだね。左の敵はアイテムが気になるのかな。ただ見てるだけなのに。よし、これは取りに来てよかった。あんなのもいるの。手前のカプセルを警戒してたら、まさかのセーブか。しかも極太レーザーね。道中は簡単とか言ってごめんなさい。十分難しかった。なに、どっか歩いた。なにこれ、足がリアルでちょっと怖い。助けてもらうってことだね。右上に不動のようなものが見えました。間違いなくここです。まあいいか、自力で行けば。ああ、コバーがあるからね。でも行けない、バネが必要。なるほど、そのための足場か。戻った。あ、違う、君が飛ぶんですよ。難しいわね。そうそう、うまくできましたね。まったく。オッケー、逃げた。必要なんです。なんとか2つ目ね。よし、あと1個は割と近め。こんなところでも期待しているとは。セーブにも気をつけてね。それをやられたら終わりなんだよな。何も信じられないね。歩く花がどこかにいるな。いたね。はい、そこで。危な。向こう岸までよろしく。私船。ああ、これを壊しておかないとダメじゃないか。先に全部排除した方がいいね。うっかりしてました。これ全部敵。そう思った方がいいね。ああ、でも外側は単なる円筒か。大きいのだけは本物なんだね。とりあえずこれでいいかな。それでよろしく。出てくれる。わかってるわ。まあ結果オーライ。よし、行った。
はリンゴか。さあ全部集めましたよ。右上がちょっと空いてますけど、まあそれは後でもいいな。集めてきたよー。本当に頭の花がなくなったよ。なんと。なんですって。へえ。釣り。イブちゃんに。なんと、カンナさん。直してくれたんだ。あ、一時的なのか。でもありがとう、ほんとありがとう。全部計算してたのね。なんて優しいツンデレなんだ。嬉しいカンナー。それはそうなんだ。でも好きになったぞ。なんですか？は、花っぱか。どういうこと？生きがいって本当なのね。小惑星か。フラワー。優しい子だったね。結果全部持ってきたな。ありがとよ。がいちいちかわいいぞ。エリア A？ 嘘、遠すぎない。一番最初の星だよね。こっちはワープしてきてるんですけども。くぅ、面白すぎるぞカンナ。ただ一つ心当たりはあるんです。確か最初のマップで真下に岩があって行かれない場所がありました。あ、そういえばあったね。そこでドリルを使うのでしょう。なるほどね。じゃあそうだな、忘れないうちに次回すぐ取りに行こうかな。それがいいかも。なるほど、ここに出るのか。よし、じゃあここから脱出したら終わりましょう。隠れてた。ちょうどセーブのところにいたのね。それじゃ次回もお楽しみに。ノクタン。また見てくれたら嬉しいな、ノクタン。なんだと？本当に動き回ってる。いや激しすぎでしょ。シュール。何これ。